安倍一郎は日本の柔道家、行動館10段。1950年代以降のヨーロッパにおいて、行動館柔道の普及に尽力し、指導の国際的発展に大いに貢献した。帰国後は行動館国際部部長や同審議部部長を経て、同産業を務める。秋田県の生まれ、両親が山形県の山であったため本席はしばらく、 山形県西村山群屋地町にあった。父親が農林省に勤める国家公務員であった関係で、安倍は幼少時より宮崎県や岐阜県など日本各地を転々とし、中学校の入学時には群馬県の前橋市に住んでいた。旧西前橋中学校に入学すると、大育の他に軍事教練や武道の授業があり、武道は 剣道と柔道のどちらかを選択することになる。当時の安倍は体系的には剣道の方が向いていると自認しつつも剣道の防具より柔道医の方が親に金銭的負担をかけずに済むという理由で柔道を選択したことが柔道との出会いであった。それでも当初警察官 OB の柔道教員が授業を担当していた時には柔道へ教じることはなかったが2年生に なり東京高等師範学校を終えたばかりの佐藤、しげが教員として赴任してきて、授業を受け持つようになると、その上手な教え方に惹かれ、が前柔道が楽しくなった安倍は、授業だけでは飽き足らず、先生や先輩からの勧誘もあって柔道部に入部した。同じ頃には、同級生10人も一緒に入部しており、柔道はこんなに素晴らしいものなのかと思い始めたと語っている。 5年間の市範学校生活で、安倍は3年時に団体戦のレギュラーとなり、同年の県大会では準決勝戦で、群馬市範学校とアイミエルと制度の都合で2学年上のメンバーが顔を揃える相手との試合であったが、安倍は守備よく引き分けに持ち込んだ。チームは大会3位に終わったものの、先輩が全員敗れる中で、自分は引き分けることができ。 そこでまた自身が出て柔道が面白くなったと安倍。またこの頃、東京講師では夏休みに全国の中等学校から生徒を集めて一週間の講習会を行っており、佐藤に引率されて参加した安倍は、ここで長岡周一や橋本翔二郎、大滝忠夫、松本義蔵らの訓導を受ける機会を得た。佐藤の下で本物の柔道に触れたのを機に、 柔道の専門家を志すようになった安倍は、1941年春に、旧西前江橋中学校を卒業すると、佐藤と同じ東京講師の体育科第二部に進学。同期には、旧西森岡中学校を全国優勝に導いて、名を馳せた河村手蔵らがいた。2年時までは普通に授業を受けて、柔道をすることができたが、3年生になった頃には、 太平洋戦争に暗雲が垂れ込め始めて赤羽の被服症や栃木県の農家に勤労奉仕におもき四年生になると学校に行くことも全くできなくなっていったそれでも安倍は教員を養成する市販学校の学生ということで学徒出陣は免除されていたが他校の学生が出生しているのに自分たちだけが他の開婚をしている状況に耐えられず自ら志願して 陸軍の特別操縦見習い士官を受験し、宇都宮市にあった陸軍飛行学校に入校した。ここでの安倍は3ヶ月の地上訓練を受けた後にパイロットとして養成され、わずか18時間の離着陸訓練を受けただけで一人で飛行機に乗り込み操縦を任されるというありさまだった。その後1944年2月に朝鮮半島に渡った安倍は、 大州の陸軍飛行教育隊で旧式の戦闘機を、さらに、同年5月からは、平壌近くの朝鮮海分陸軍飛行教育隊で爆撃機の訓練を受け、戦況の悪化に伴い、ソウル方面へ移動して、水原で終戦を迎えた。その後は、アメリカ軍を避けて点々と移動し、釜山まで約 200km というところで武装解除。 終戦を迎えたとはいえ軍島を帯びていたため、富山まで一昼夜かけて徒歩で移動し、富山の港から福岡市へ帰国を果たした。1945年秋のことであったが、帰路に原子爆弾で焦土と化した広島市を見て、敗戦を実感したという。両親の住む東京に戻って、実家で3日ほど休んだ後に、東京講師を訪ねると、 立派だった道場は空襲で焼かれていたが、それでも、付属小学校を曲がりして、橋本、大滝、松本らが引き続き柔道指導に当たっていた。副学を希望した安倍だったが、半年の修学期間があったためにすでに1944年9月付で、卒業扱いとなっており、橋本から行動館への就職を圧戦されて、 小安正夫八段が課長を務める道館秘書課に着任。行動館では、南京次郎館長が呼び出しベルを鳴らすと走って、行って、用事を仰せつかるという業務内容で、仕事らしい仕事がない日も多く、午後3時には切り上げて、行動館道場で、門生たちに稽古をつけて、汗を流した。安倍は後に、この頃のことを、刺激がないので苦痛だったと述べており、 そんな生活を心配した旧制岸和田中学校に勤める東京講師時代の同級生、張本貞彦から大阪の旧制中学校教員のポストを紹介され、安倍は1年で行動感を持して張本と同じ岸和田中学校に赴いた。しかし GHQ から武道を禁止されていた時期でもあったので、中学校では柔道ではなく一般体育を教えた。 柔道はもっぱら町道場に限られたが、東京講師出身の柔道家が稽古をつけているという、評判が広まって、近隣の若者たちが多く集まってきたという。安倍は大阪府の柔道大会に出て、得意技の払い腰、釣り込み腰、大外刈りを武器に、他の出場選手たちを圧倒し、1948年には、近畿対九州の対抗大会等にも出場。 その活躍を見た岸和田警察署から声がかかり、授業の合間には警察官の指導にも当たった。さらに、堺警察署の署長から熱心な勧誘を受けた安倍は、柔道を存分にやりたいという思いを抑えきれずに2年間、勤めた教員を辞め、1949年4月に堺市警察本部へ奉職した。身分は警察官ではなく職員であったという。 引き続き選手としては1950年の愛知国体に大阪代表で出場するなどしたが、指導者としては警察署で午前中に警察官に稽古をつけた後、昼間は特に仕事もなく署内の机に向かって指導計画を立てるなどしており、給与や待遇面では教員時代より良くはなったものの、本当にこれで良いのかと悶々とした感覚も同時に抱いていたという。 警察署での勤務も2年目を迎えた頃、行動官では、フランス柔道連盟より指導員の派遣依頼を受けており、その矛先が安倍に向けられることとなった。行動官に国際部がなかった当時、海外との交渉を一手に担っていたかつての恩師、松本義蔵より打診を受けた安倍は、終戦後の貧しい生活の中で、若気の至りもあって、海外での柔道指導に興味を抱き、 また、行動艦で、米軍兵に稽古をつけた経験もあったので、2年間という契約でこの誘いを承諾したという。安倍はこの時29歳、ダニーは行動艦6段であった。当時は、現在のように飛行機は発達しておらず、安倍は1951年10月に、横浜港からラマルセーズ号で出港。香港、マニラ、サイゴン、セイロン、スェズ運河を経て、 マルセイユに至る30日間の船旅の道中、一等客船の切符で招かれた安倍は、船内のレストランで見たこともない料理と、ワインに驚き、柔道指導に行くということで、フランス人乗組員から手厚いもてなしを受け、夢のような旅だったと実会する。当時の欧州には、柔道連盟のような団体はあったものの、国境をまたいだ統括組織として、活発に活動しているわけではなく、 欧州各国ではその流派や技量に格差が見られた。例えば、イギリスでは、イギリス柔道の父こと、小泉軍司が伝える、行動艦柔道が正しく継承されていたが、ドーバー海峡を隔てた隣国のフランスでは、河三木之助が広めた、河井氏式柔道がパリを中心に主流となっていて、行動艦柔道とはかなりかけ離れたものが流布していた。安倍によれば、河井氏式柔道は、 技に理論がなく、崩しや、作りを指導せず、技の入り方だけ教えて、あとは力任せに投げていたので、技が美しくなかった。どうせ外国人は日本語の技ななどを覚えられないとの理屈から、技を、背負い投げや、大外刈りではなく、肩技一番、足技一番といった具合にすべて番号で呼んでいた、とのこと。道場を運営すれば儲かるとの理由で、河井式柔道は、 かなり盛んに行われていたが、安倍は褒められるような柔道は少ないものだったと当時を振り返る。最初に安倍が赴いたフランス南部の町、トゥールーズの修道館クラブ道場では、ラッセル3兄弟が指導をしており、その三男が小泉軍事の指導を受けた関係で、行動館柔道が行われていたが、それでも技は賭けに重点が置かれていて、崩しと作りが おろそかになっていたので、安倍はここで柔道技法の正しい理論を叩き込んだ。また、当時の欧州では審判もそれぞれの国の言語でやっていたが、安倍は日本生まれの文化である柔道は日本語で行うのが当然との信念から、正しい技術の伝承と同時に正しい日本語の使用を徹底した。2年間のフランス柔道指導後は、ベルギーのナショナル連盟からの熱心な勧誘を受け、 安倍は1953年12月より、ベルギー柔道協会の技術理事として、現場指導を一手に任された。当初はベルギーでも、河合式柔道が根付いていたが、安倍は指導計画を作成して、体制を整え、技の理屈を精力的に指導し、同地では一年も経たないうちに、行動間柔道が主流となっていったという。その後安倍は1955年より、 欧州柔道連盟で技術顧問を1960年1月よりベルギー体育スポーツ協会所属のナショナルコーチを任ぜられブルッセルを拠点にしつつも壊れるまま欧州各国で柔道講習会を開催するなどした。同じく欧州で柔道指導を行っていた平野時代や当時国際柔道連盟のテクニカル顧問であった河村帝像らの協力のもと 欧州各国では、崩し、作り、かけという行動管理論を根本から指導し、技名も日本語に統一。またバラバラだった審判技術も前述の通り各国の言語で審判を行っていた状況の改善から着手した。欧州柔道が現在のように日本をはじめ世界各国と対等に試合や審判ができるレベルを 確立するまでには実に10年以上の歳月を要しており、これを成し得たのは、安倍の理路整然とした丁寧な理論解説と情熱的な指導、そして何より欧州の柔道家たちを魅了したその人柄に他ならないが、当の安倍は今と違い、日本に学ぼうという姿勢があったため、反発もなく素直に受け入れられた道場で自然に日本語が出てくるようになったのは、 各国柔道連盟の努力の結果と謙遜する。安倍らが種をまいたフランス柔道の人気は今や本家、日本のそれをしのぐまでに育った都合18年に及ぶ欧州柔道指導の末に世界に通じる柔道が出来上がったと確信した安倍は1969年1月に日本へ帰国。帰国後は各方面よりその豊富な国際的知見を頼られ、 行動館では、同年4月より国際部主事や1980年4月より国際部長、全日本柔道連盟では1969年4月より国際委員、アジア柔道連盟では1969年より、技術顧問や1983年4月より同事務総長に就任したほか、1971年4月から青年海外協力隊の専門委員、 1980年2月には太平洋柔道機構会長などの重責を任ぜられた。行動館ではそれまで曖昧だった商談規定の明確化に取り組んだほか、当時の行動館には世界中から多くの指導員たちが講習会を受講しに来ていたが、逆に行動館から世界に発信していかなければと考えた安倍は、数多の日本人指導員を世界各国に派遣し、 柔道の精神と技術の普及、進行に尽力したという。一方、日本国内の柔道界やスポーツ界での指導、運営としては、1972年4月に、旧東京都立大学、1976年4月に、母校、東京教育大学の非常勤講師にそれぞれ着任して、更新の指導に当たる傍らで、全日本柔道連盟の、 国際自愛選手協会員や理事、審判審査委員、顧問、行動官では、参与や審議会調査部長、商談内規改正委員会委員、日本オリンピック委員会の委員といった要職を歴任した。この間、1971年5月に8段、1992年4月には9段くらいを排除して赤帯を許されている。 2006年1月の行動環境会式にて、安倍は事実上の最高段位である10段位への商談が発表された。90歳を超えた現在でも同意に袖を通して、行動環道場にて行進の指導に汗を流す。かたわら、ベルギーやデンマークなどかつて安倍が行動環柔道の種をまいた欧州各国に赴いて、柔道指導を行うなど、精力的に活動している。安倍は、 行動官の機関誌である、柔道の特集の中で、自身の柔道観と更新へのアドバイスを述べており、要旨は以下の通りである。柔道を学ぶ上で最も大事なことは、人間形成であり、社会に貢献できる人間を作ることが、柔道の最も大事な役割であって、それが、可能自五郎師範の教えでもあると主張。競技の上での勝ち負けはその時点の結果に過ぎないが、 柔道には出会ってから死ぬまで学ぶことが多くあるとし、その一例として、礼儀を挙げて、今の世の中ではあまり学ぶ場面はないが、道場に行ったら、礼に始まり礼に終わる。礼儀を学ぶに、最適な場所が柔道場。礼儀ができてくると、人間の基礎ができてきて、個人として人間ができてくると社会に貢献できる、人間が育つと、その重要さを説いている。 とりわけ各自の夢に向かう若者に対しては、勝ち負けで一気一遊せずに、対局で物事を考えてほしいと語り、さらに他人を敬い、諦めない強い気持ちを育て、柔道をやってよかったと心の底から思える人間に、育ってほしいと続けている。また現在の欧州柔道については、柔道が1964年に五輪種目として採用されて以降欧州各国の、 柔道に対する考え方が変わったとし、目の色を変えて、強化、強化と試合で勝つことにはイトを置いている状況を指摘している。その上で、世界の柔道として認められた一方、競技力に偏ったことは、残念、柔道本来の目的である、勢力全用、自他競泳を普及せねばならないと述べている。この点については、球団商談時の喜びのメッセージの、 中でも、継承を鳴らしており、その際は、人種や宗教を超越し、全世界に普及したことは誠に、喜ばしいとしつつも、競技面のみが強調されて、最も大切な教育面が忘却されていることは、残念、国際的立場において、柔道が正しく理解される、よう、微力ながら、先進努力する覚悟と意気込みを語っていた。ありがとうございます。